あとあ、もう一つニュース来てたよな。あのー、サンゴちゃんがまた、スペイン村の、やつ、サロメと一緒にやるんでそうそうそう。また、パルケ・エスパーニャが、活躍、活、活動してるぞ。また行くのってどうしよっかなエスパーニャー。サロメアで、マ,マカオも行きたがるんじゃねえか。 サロメ関係なくねえってな、後輩が便乗してきたわ、あいつ。バーターやろ。<laughs> サロメとか言うバーター、サンゴちゃんの。あいつ、関係ねえのになー、って、うん。おいちゃんカメラマンやってよ、って。何カメラ持って、こうやって、あの、自撮りの方向でカメラ持って、ま、かうと、あの、サンゴちゃんかサロメが、あの、アニマルビデオ撮ってるみたいなことやんの。で、ツイッチバンされようよ。<laughs> バーター なんか俺もバーターやった時期があるらしい噂によると。<laughs> 家帰ってから、あの、あまりにもコメントでバーターバーターって言われるから家で帰ってパソコンでバーター意味で検索した話な。<laughs> なお前らバーター、バーターって何だろうってバーター検索したんや家で。なるほどって。もう7年くらい前の話ですね、これ。バーターの意味わかんなかったのでわかってない時があったんですよ。知らなくね ?7 年前ってだって20代やでまだ。 その業界用語じゃんそれでショックを受けたのうん、別に。あなるほど、そういうのがあるんやなーって。確かに確かにって。<laughs> 思ってた、思ってた。もうベテランのバーターだね。一生バーターなんだ <laughs> ベテランのバーターです。<laughs> バーター歴が長い。 うんうん。あ、島スペイン村の VTuber 特設サイト。やっぱサロメはでけえな、こうやって見ると。皆様、島スペイン村、島スペイン、サロメンゴ村へ来てですわ。エスパーニャー。サンゴちゃんでかわいい。ちょっと下半身むっちりしてるのもええやないの。 うーん。サンゴが先じゃねえのかよ。いや、これあの、あれは紫がサロメでもサロメは、とりあえずですわーって言うて、あの、バーターしてるわ、今。はははははは。メインはサンゴじゃん。うん、うん。2月10日から5月10日の3ヶ月間か。へえ。ー。4月やったよな、言った。8ヶ月前か。 2人がバーチャルアン,サアンバサダーに就任何バーチャルアンバサダーって島スペイン村だけのコラボイベントを楽しもうお皿ラリーサンゴとサロメのウキウキお皿ラリー島スペイン村4つの絵皿を探してオリジナルステッカーをゲットへえもらえんのこれコミングソーンパーク内に飾られたサンゴちゃんとサロメちゃんの手書きイラストで作ったお皿を見つけてね隠れミッキーみたいなの探せばええの 料金1500円金取るんかい <laughs> !A4 クリアファイル付き販売場所テーマパークエントランスホテル島スペイン村のフロントゴール総合インフォメーション1500円でクリアファイルがもらえてこのお皿ラリーができてそのお皿を見つけたらステッカーがもらえるって話高えな入場料別やからなアトラクション カンブロン劇場でしか見られない特別作品を上映。サンゴとサロメの丸ごとエスパーニャ。えー、クイズやスペイン語講座を楽しもう。これを見ればもっとしまい、スペイン村を好きになるはず。好評につき、スローサンゴと見る空飛ぶドンキホーテ。わーわーわー、すごいすごいの来ちゃった。これドガーンってなって、この曲何回も流れるよ。 トエスパーニャー神曲来た神曲来たマジでこの映画あの先に言っちゃうんだけどもうこれ何回も流れるからねってサンゴちゃんが言うやつや <laughs> サンゴちゃんの副音声が加わったアニメ「ソラトブ・ドンキホーテ」「島スペイン村」のテーマソングであり通称「勝利確定 BGM」のキット・パルケ・エスパーニャを聴きながら楽しもう <laughs> これマジでずっと流れるこの曲しかないってぐらい流れてくる 多分、ね、あの、制作費は間に合わんないや。<laughs> フードグルメ、サンゴちゃんのテイスティーチュロサンデー。ほうほうほう。ぶどうちゃんゴのふんわりベリーパンケーキ。おい、サロメはダルちゃんゴラテ。ダルちゃんゴラテ。3月1日からは、サロメちゃんの100万点チュロサンデーですわー。あ、要はサロメバージョンや。 はははははは。<laughs> へえ<ー>。向こうが舐めてたやつじゃないかこれ、これな。<laughs> これ舐めてたよな。うん。これ舐めてた。いや、使いますかどうかはわからん。覚えてねえ、当時のあれを。グッズ。おー、なにこれアクリルスタンドこれ、ここ限定 <laughs> サンプル、いいやん。あの、スペインの衣装風のアクリルスタンド。これ、ええやん。<laughs> ち,ちゃんと V 豚目線で見てるやん、お前。これ、ええやん。欲しがってるやん。俺もちょっと欲しい。うーんー。缶バッジ、アクリルキーホルダー、アクリルスタンド。サンゴちゃん、サロメちゃんの島、スペイン村限定グッズを販売。サロメちゃんグッズは3月1日からの販売です。あれや。 2月10日からこうやって来て、2月10日の時点で早いとこ行こうってなって行って、もう一回次はサロメちゃんメインで行こうっていう2回行かせんのをメインにしとる。<laughs> 三重県の島スペイン村まで2回行こうとはなかなか並んで、あの交通の便の悪い。タクシーの運転手さんも言うてたもんな。なんか、この、この子がすごいみたいな。言うてたよな。はあ。 公表につきあ、全のあれや、これパネルであったわうーんやっぱサンゴちゃんいいわえここの子えこれやと思うんやけどなフォトスポット等身大パネルなどフォトスポットが園内各所に登場プリントシールもありよ近鉄でもコラボを盛り上げますうわー <laughs> 駅員さんの服まで着てるやん ウカタ駅や、近鉄ウカタ駅や、島線の特急車内でコラボイベントを実施します。近鉄特急で行くならこちらの切符がお得。回りゃんせ。<laughs> 見えクルるならつえおいで。海は青いしえビ跳ねる。回りゃんせ。<laughs> ちなみに、見え弁で回りゃんせっていうことはほぼないです。 え島スペイン村パルケースパーにはフリーキップってよ宿泊ならホテル島スペイン村異国情緒あふれるリゾートホテルでたっぷりくつろごまた来たあまた来たえちょっと見ようここは三重県民やで見る権利あるよな

本当にこれをあの500円で見せてはこれ500円で鑑賞料。取トリシマラももうめちゃめちゃずっで。この人はスペイン,、ね、ペイン人このこの緑の服着てる人すごい好きななんだよなーえー、なんで <laughs> 美しい,の <laughs> 美しいそれルッキズムじゃない,い,いああパレードだー

おーこれぜひリアルで見たいですね。ほら、ハビエルは小博物館もあるで。でっか。やべ <laughs> ぜひします、スペイン村へようこそー。<laughs> 俺も宣伝しといたで、これは。俺次多分、あの、去年はサンゴちゃん一人やったやんか。で、今年サロメとサンゴちゃんってなったやんか。多分次回はサンゴちゃんとサロメと俺やと思う。 そうなりやろなぁ。いや楽しみですねーエスパーニャーン。絶対行くよー。俺常に <laughs> あのフラメンコのあ、フラメンコっていうかあのタップダンスのショー見に来て、俺やってるから。えーっとー。 早速、コラボしました。<laughs> エスパーニャーもう来年こうなります。